大きな弧に沿った、ウクライナ軍、より広範に反撃。ロシアは、米欧の武器破壊と嘘吹く、ロシア消滅迫る米英。ウクライナ軍参謀本部は6日、東部ハルキウ、ハリコフ、の郊外で5つの集落をロシア軍から奪還したと発表した。米政策研究機関、戦争研究所、は、ウクライナ軍がハルキウで、局所的ではなく、より広範な反撃に転じている、と分析した。ロ軍も米欧からの武器供与ルートを狙った攻撃を強めており、東部での攻防が激しくなっている。ウクライナ軍の制服組トップは5日、SNS で、ハルキウなどで、反撃作戦への移行を表明していた。戦争研究所は、ハルキウ周辺でのウクライナの抗戦が、大きな弧に沿ったものとなり、これまでより規模が、大きくなっている、とも指摘した。ウクライナ大統領府のオレクシー・アレストビッチ顧問は6日、ドネツク州の北部一帯での戦闘にロ軍が、最も力を集中させている、と指摘し、ウクライナ軍の抗戦によりロ軍の進軍を防いでいると強調した。一方、ロ国防省は7日、東部で弾薬庫や米欧の武器を破壊したと発表した。米欧からウクライナへの武器供与ルートへの攻撃を強めている。ウクライナ国営通信によると、7日には、南部オデッサにミサイル6発が撃ち込まれた。また、モスクワの赤の広場では7日、旧ソ連による対独戦勝記念日の9日に実施される軍事パレードに向け、本番さながらの予行演習が行われた。タス通信は、パレードには、ウクライナに派遣された空挺、部隊も参加すると伝えた。9日に、戦果を誇示するため、攻撃を激化させるとの見方が強まっている。米政府は6日、ウクライナに対し、1億5000万ドル、約195億円の追加軍事支援を行うと発表した。バイデン大統領は声明で、ウクライナが次の戦局で成功を収めるため、武器、弾薬の供給を絶え間なく続ける、と表明した。米国は、射程の長い榴弾砲の砲弾2万5000発などをウクライナに供与し、東部での戦闘を支援する。米政府はこれまで榴弾砲90門の供与を表明しており、今回はレーダー3台と電子妨害装置なども供与する。ドイツのクリスティーネ・ランブレヒト国防相は6日、ドイツ製の自発式榴弾砲、パンツァーハウビッツェ、PZH-2000、7両をウクライナに供与し、ウクライナ兵への訓練も行うと明らかにした。紛争当事国への武器供与に消極的だったドイツは方針を転換し、4月下旬には、自発式対空砲ゲッタルト約50両の提供を表明している。